カッパ巻きのり巻きを作る途中巻き寿司は、海苔などの材料で、酢飯や具材を巻いた寿司の一種。巻き寿司は、海苔や昆布などの食材で、酢飯や具材を巻いたものと、のぎ本化植物の葉を使って、酢飯や具材を巻いたものの二つに大別される。一般的には、巻き寿司状の海苔に酢飯を広げてその上に具を乗せて巻いたものを刺すことが多く、海苔巻きとも呼ばれる。 江戸前寿司の基本的なものの一つで巻き物とも言う。巻き方は地方や店舗によって異なるが断面が方形あるいは円形のものが多い。寿司店以外でも弁当屋などの店舗や家庭で作られることが多い寿司である。一般的に使用される具材にはマグロ、キュウリ、エビ、卵焼き、ツナ、かんイカ、シソ、タクアン納豆などがある。具材の芯を 海苔や酢飯で巻くことによって迅速かつ大量に生産できるようになっている。家庭では巻き酢を使った手巻き寿司が作られるほか太さや切った時の断面を調整しやすい巻き寿司メーカーが市販されている。業務用では電気で自動的に巻く作業を行う海苔巻き用ロボットが利用されることもある。具材は様々である。大量生産など業務用には巻き寿司用の具が チルドや冷凍品として販売されている。巻き寿司の中心の具をスティック状にまとめて冷凍した商品。巻き芯は海苔の上にことぶき飯を広げ、乗せて巻くだけで簡単に巻き寿司が出来上がる。具材の組み合わせによって上巻き芯、波巻き芯、サラダ巻き芯、海鮮巻き芯、女性に人気のアボカド芯などがある。板海苔の炙り方は、 海苔苔のような木炭の強火で遠くから2枚ずつ青色になるように手早く焼く。海苔を巻くには巻き酢を用いる。海苔がパリパリの香ばしさを保った破れやすい状態で巻くことから素早く繊細に巻くことが必要となる。海苔の表が外側になる方向で使用する。海苔巻き寿司に欠かせない海苔は昭和24年マンチェスター大学キャスリーン・メアリード・リューベーカー教授が 海苔の糸状態を発見し、九州大学、瀬川総吉教授へ教授、熊本県水産試験場を大田不相男岸へ伝えられ1953年人工栽培用に成功。海苔は養殖により安定供給可能となり、1975から1984年には全国的に過剰生産時代へ入った。主要な生産地は佐賀県、福岡県、 兵庫県、熊本県であるが、近年急激に、韓国からの輸入が増加している。単に、海苔巻きといえば、細巻きの、かんぴょう巻きを指す。巻き寿司は太さの違いや使用する材料また、地方によっては、名称が異なっている。江戸前寿司における海苔巻きの基本であり、国にかんぴょうを使用し丸く巻くものが標準。その黒い細身の姿から鉄砲巻きとも呼ばれる。 直径3センチメートル程度の口に入れやすいのもの。半分に切った糊で巻く。大抵は具が種類のみ。2等分に切り、さらに2等分もしくは3等分に切る。このようにして、かんぴょう巻きは4等分に、他の細巻きは6等分にする。その他、野菜類やドレッシングを使用した各種サラダ巻きが存在する。太巻き寿司、細巻きより太めの巻き物を、 太巻きと呼ぶ。板のりを一枚もしくはそれ以上使い、多種類の種を用い、太さは直径5センチメートル以上となる。厚さ2から3センチメートル程度に輪切りにして食されることが多い。標準的な種は、卵焼き、コウ豆腐、かんぴょう、しいたけ、キクラゲ、デ部、おぼろ、焼きアナゴ、ゅうりリ、つツなど。地方により、また店舗や家庭により、 様々な材料や食べ方がある。海苔を一枚、または半分を使用して巻く。昭和中期以降、持ち帰り店を中心に発売されている。細巻きと大の巻きの中間の太さで、具は、おおむねに、三種類となっている。近年では、板海苔の代わりに、薄焼き卵やレタスなどを使用したものも見かける。使用する寿司飯は、細巻きの約2倍となる。 卵焼きで巻いた寿司。森佐万幸の江戸の寿司について、江戸、今世は、握り寿司なり、鶏卵焼き、車エビ、エビそぼろ、白魚、マグロ刺身、小肌、アナゴアマニチョウのままなり。以上、大略、値八分寿司なり、その中、卵巻きは十六分ばかりなりと述べている。本所元町の寿司や、花屋余平の寿司にも、海苔細巻き、厚焼き卵と、 のり太巻きが含まれている。他にも、伊て巻きや玉巻きの名称もある。巻き酢を使わず手で飯と具をのりで巻く寿司は、手巻き寿司と呼ぶが、築地田誠武氏が昭和46年に始めたとして、同店は、元祖製広手巻きと名乗っている。銀座休兵衛が、イクラやウニなど握りにくい具を寿司とするために作った、もので、これはその外見から、軍艦巻きと呼ぶ。 千葉県の代表的な郷土料理である。切り口から絵柄が現れるように作られる太巻き寿司で、歴史は江戸時代に遡る。漁業が盛んな九十九里浜の背後にあり古くからの稲作地帯であった九十九里平野を中心に発達し、観光葬祭などのご馳走などとして食べられる。おにぎりやめはり寿司をルーツとする説もある。野菜を、おもとしたりサラダの具を利用する巻物は、 近年多したようにわたっているが、これらの元祖は蠣にあるレタス巻きである。それ以前は寿司具に変わり種やマヨネーズを持ち込むものは皆無で伝統に対するタブーであった。カリフォルニアロール裏巻きは日本の一般的な海苔巻きとは異なり、海苔が内側で酢飯が外側に巻く。寿司ロールズとも呼ばれ、主に生の魚介類や海苔に、 馴染みのない国の人向けにカリフォルニアロールを作る際に用いられる。薪きすの上に敷いた海苔の上に全面に酢飯、具を乗せ、ラップをかぶせて巻く。さらに魚卵やごまなどで飾ることもある。もともと裏巻きは装飾寿司の豊作だったが、西洋人の多くがおにぎりと同様に氷巻きの黒い洋装を嫌ったことに始まる。現在では日本以外、 特に米国の寿司店で出される巻き寿司の多くは裏巻きである。すでに1910年かや、余兵の子孫、小泉清三郎著、家庭寿司の付け方には、ハムを使って胡椒を振った巻き寿司があり、江戸前寿司は様々な材料を受け入れやすい素地があった。1970年代アメリカ西海岸を中心に、寿司は一大ブームとなり、その中で生まれたカリフォルニアロールは、 大いにヒットして日本にも逆輸入された。1975年、寿司技術教科書の新しい寿司種と寿司には、キャビアやセップ、ロブスター、納豆、純菜など100種類にもなる新しい寿司種が紹介されている。現代の寿司店では、ありとあらゆる食材が寿司として提供される一方、古典的な材料、手法を守る店も人気があり、むしろ高級。 効果である。そして、寿司は主に外食の料理となり、家庭で作られる寿司は減少している。ありがとうございます。